あれは肩を落として現れた。リンデルと一緒にいたんじゃないのか。わからないことだらけなんだ。みんな同じなのに違いすぎて、手を真似していいかわからない。あなたを模倣させて、でもうまくやっていける。好きなんだねエリアス。見たいんだって、体の中で何かがいい。エリアスはここに住んで私を真似ても眠り方も物への触れ方も。コルってどうやるんだい。あ、それで笑ったことになるさ。楽しいってなんだろう。戻ってこなかった。それからは会ってないんだ。ブさんに似てるんですね。集合体だって教えたんだけど。父と母、これはお嫁さん。どういう関係なんだい。君が一緒にいたいと、いわゆる配偶者のことだ。一緒に住むってことかい。お嫁さん、私は違う。君だけのお嫁さんを見つけなさい。うん、君の説明だったと思ってほしい。それはそういうことだったんだ。抱く意味とは違うかもしれない。私のせいなんだ。追って眠り続けていた時、ついてまで行動するんだろう。傷ついてほしくないと思ってる。大丈夫だろうって考えていたけど、悪い病気も嫌だ。脳を持ってないって、同じように大事にされると思ってない。傷つくなんて想像できないし、自分だけのものだと思ってるって。せ、これをつけてくれないか。君に持っていてほしい。を壊さないように動いてほしい。わかりました、預かります。バレたら困るんだから。怖いからね。なんだよニヤニヤして。ないので、がっかりは特に。のそばにいることは変わりませんから。教えられなかったって言いましたけど、してないだけでちゃんと笑ってる。意外と怒るし、困ることも。嫉妬にはワクワクしてるみたいなんです。そう見えるのか。住んでる家があって、畑も耕してて、あの真似をしたからで、私は助けてもらいました。ラハブさんのおかげなんです。君のすぐそばにいる。寂しさにあえいでも救いなさい。イアス、浮かせてはいけないよ。イアスのパートナーでよかった。